皆さんこんにちは。アスリートセーブジャパンの長谷川太郎です。J リーグ、海外リーグで約17年間プレーしてきました。2005年には J2 日本人得点を取ることができました。現在は、トレ2030ストライカープロジェクトとして、ワールドカップ得点を生み出す活動を行っています。今日はサッカーで素早くシュートコースを作る3つのポイントを伝えたいと思います。ちなみに、シュートコースをこう作るドリブル、はい、で得られるメリットって何ですか？やっぱシュートをやっぱこう決めるためにやっぱこうまず最初に、まあ、ゴールにあのシュートを流し込むためにはやっぱシュートコースをうまく作らなきゃいけないので、やっぱこうボールだけ離れてしまったりとか、あと足元にボールが詰まってしまったりとか、素早く行けなかったりしてしまうとゴールが生まれないので、やっぱこの素早くシュートコースを作るというのはすごい大事になってきますね。じゃあ本当に点を取るための動線みたいな感じで前準備として、はい、ただゴール前にボールがあってそれを蹴るだけだと成功率は上がらないけど、はい、その前にしっかりコースを作るっていうその動作みたいな、そういうイメージになる。そうですね、あのシュートがやっぱ入んないっていうのはそのシュートの問題なのか、その前のやっぱ持ち出しが問題なのか、よくシュートブロックとかされたりとか、あとこうドリブルした後にもう一人の敵というか相手にこう取られてしまったりするんですけども、その持ち出しがやっぱうまくいかないといいシュートは打てないので、そこの部分をこううまくちょっと伝えていきたいなと思いますね。なるほど、はい、わかりました。ちなみに、長谷川さんが、はい、今日多分見てくれてる人たちってどっちかというと多分ちっちゃい子たちなんですけど、はい、長谷川さんが小学校とか、まあ、中学校の時、自分のそのゴール前っていうのはどういう感じだったんですか？そうですね、すごいやっぱゴール前が好きで、その時がすごい一番落ち着くというか、まあ、その時に一番遊び心が出るというか、相手の逆をついてやろうとか、そういった気持ちでプレーしてたので、やっぱ一番落ち着く場所ですね。落ち着くって表現が面白いですね。なんか楽しい、ワクワクしますね。緊張するとかじゃないですね。外したらどうしようみたいな。やっぱ調子悪い時はそういう時もありますけども、はい、やっぱりこう練習からそういった気持ちでやることで、より試合でもワクワクして、自分のリズムでプレーできるので、はい、やっぱ本当にこうゴール前のところをいかに練習からワクワクしてプレーできるかだと思いますね。なるほど。じゃあ、今日見てくれてる人たちが、ね、少しでもゴール前ワクワクできるように。はい、そうですね、ゴールが決まればワクワクすることが増えてくるの で、また自信になりますし、やっぱこう子どもたちには自信を持ってサッカーやってほしいので、そのためには一番やっぱゴールっていうのがすごいこう大きな力があるので、ぜひこう今日の参考にしてもらって、サッカーを楽しむきっかけになってもらいたいなと思います。それでは、シュートコースを作るポイントについて説明していきたいと思います。まずは、軸足の位置について、説明したいと思います。軸足の位置がこう横に行くときにこう近すぎてしまうと膝が曲がって横にしか動けないので、少し遠くに置きます。遠くに置いて、よくやる反復横跳びのこの外側のこの少し斜めに足がなる、膝が曲がらないでこう反発するような力をうまく使ってドリブルをする、これが一つドリブルを、ボールと一緒に体が一緒にうまく動くためのに必要な、ポイントですね。次は、ボールをタッチするときのポイントを伝えたいと思います。タッチするときはタッチするタイミングとあと場所が大事なんですけども、やっぱこの足をついた、その軸足をついたときにボールもほぼ一緒にタッチするような、同時にタッチするような、タイミングが必要になります。これが少し、ついた後にタッチするとボールを少し蹴ってしまうことになってしまうので、同時にタッチする。じゃあどこをタッチするかというと、このボールの下ですね、下に小指を入れるような形でタッチができると、うまくボールを足のところに乗っけることができて、ボールが離れないで、はい、シュートコースを作ることができるので、ここも意識してみてください。3つ目は、ボールの持ち運ぶ位置と体の向きについて説明したいと思います。ボールをゴールにもシュートを決めるためには、少しボールを前に持ってきたくなってしまうんですけども、前に持ってってしまうと敵に対して近くなってしまうので、シュートを打つときにどうしても敵の足に当たりやすいので、ゴール前はもう少し横にかわすことで相手と離れることができます。かつ
おへその向きを少し横に向ける、体の向きを横に向けることでシュートを外側からのコースを作れるので、足のブロック、敵がこう足出してきたところのブロックに対して当たらないでシュートが入ることになるので、抜くときはかわすときは少し横で、おへそを外に向けて横に向けてシュートを打つことで、ゴールが決まりやすくなります。シュートコースを素早く作る3つのポイントは、1つ目は軸足の位置です。軸足の位置が近すぎてしまうと、横に動くときに、少しこう膝を曲げて動かなきゃいけなくなってしまいますので、少し遠くに置いて足が斜めになるように、で反復横跳びの足をうまく作って、横に動けるようにしてみてください。2つ目はボールタッチのタイミングと仕方です。タイミングは、軸足をついたときにほぼ同時にタッチ、ボールタッチします。仕方に関しては、ボールの下に、うまく小指が入るように、することでボールがしっかり乗っかって、ボールと一緒に体が動きますので、そこの2つを意識してみてください。3つ目は、ボールの持ち出す場所と、体の向きになります。ボールを、横に動かすことで、シュートコースがうまく作れることになります。前に持ってきがちなんですけども、前に持ってってしまうとディフェンスに近くなってしまったりしてシュートブロックをされてしまうので、ゴール前は横に、シュートコースを作ってみてください。もう一つは、おへそを横に向ける、横を向くことで、シュートコースが外側のシュートコースが作れますので、シュートコースを大きく作ることができますので、そこを意識して、シュートコースを作ってみてください。ぜひこの動画を見て、うまくシュートコースを作って、たくさんゴールを決めてもらえたら嬉しいです。現在は、トレ2030ストライカーアカデミーというサッカースクールを、やっています。品川と流山、あと昭和の森、伊東、静岡県なんですけど伊東で、行っています。こういったトレーニングを子どもたちに伝えて、ゴールを決める喜びだったり楽しみを伝えていますので、ぜひ、チェックしてもらえたら嬉しく思います。動画の感想や質問はぜひコメント欄で教えてください。またいいねや、チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。